小松のつながる工場システムコムミックスは、工作機械などの工場設備からさまざまな情報を取得しています。その一つとして工場設備のリアルタイムな稼働状況を取得できます。コムミックスでは社内設備に限らず、海外現地法人やサプライヤーのデータも社内から閲覧可能です。さらに詳しい情報を見たい場合は、対象設備をクリックすることでタイムチャート形式で動作履歴を把握できます。また工程をクリックすることで、さらに詳しく解析することができます。例えば効率を表す切削力、指令を表す NC プログラム、動作軌跡を表す切削パス、これら3つを同期してアニメーションで表示でき、詳細な解析が簡単にできます。コムミックスでは溶接ロボットでも見える化が進んでいます。先ほどの工作機械と同様に、効率を表す溶接電流と指令を表すジョブに加え、ロボットの動作シミュレーションも可能で、さらに詳細な検証を行えます。コムミックスによって取得した情報を分析することで、さまざまなことが明らかになります。例えば小松においては、工作機械や溶接ロボットの稼働時間のうち、付加価値を生んでいる賞味作業は 50% 程度、残りの 50% は付加価値を生まない付帯作業および停滞でした。コムミックスを使用することで、これらの賞味作業時間と付帯作業および停滞時間の改善を実現できます。まずは工作機械の賞味作業を改善するアプリケーションをご紹介いたします。このアプリでは、目標効率と改善対象を指定することで、自動で高効率プログラムを生成できます。また改善前後の効率やプログラムに加え、その改善前後の変化が確認でき、例えば加工時間が 13.4 分から 4.8 分になるといったような改善後の効果も自動で算出し提案します。次に付帯作業および停滞の改善例をご紹介いたします。これは溶接ロボットのノズル交換を自動化したものです。従来は手作業だったノズル交換を機械により自動化することで、人待ちによる停滞時間を 30% 削減できました。小松のつながる工場システムコムミックスは、世界の工場からあらゆる情報を収集し、効率化プログラムの自動生成、その効果を自動算出し提案することで、生産性の改善、生産性の向上に貢献いたします。